福岡県の一日ごとの陽性者数を示すカレンダーです。今日は六百七人で、三日連続で前の週の同じ曜日を上回りました。発表自治体別の内訳はご覧の通りとなっています。福岡県内では、八十代以上の男性、二人の死亡が確認されています。昨日時点の病床使用率は十七点五パーセントで。前日よりも、一点二ポイント上がっています。 重症病床の使用率は前日と変わらず1.8%です変わっては九州各県の感染状況です佐賀県では今日新たに99人の陽性と基礎疾患のある高齢者1人の死亡が確認されています